どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けての武将解説シリーズ第20回ということで呂布の紹介をしていきたいと思います。まず勢力なんですけど群雄勢力となってまして、コストが7ということでですね、最高コストということになってます。これは呂布のネームバリューを考えると、まあ、当然の数字なのかなという気はしますけどもね。で、兵士適正なんですけど騎兵と弓兵が S ということになってます。で、呂布はですね、別名飛将軍なんて呼ばれることもあって、これはですね、称える言葉ではあるんですけども、行動が素早く、勇敢な将兵という意味を表す言葉になってますね。で、馬に乗ってですね、飛ぶように戦場を駆け回ってたんだろうなっていうのがですね、予想つきますね。で、本来ですと呂布よりさらに昔の人物ですね、李光という人物がこのように呼ばれてたんですけど、その李光になぞらえて呂布もですね、飛将軍、また飛将みたいな感じで呼ばれることがあります。なので騎兵が S というのも納得かなというところですね。呂布が騎兵 A とかだったらおいおいおいとなってしまうところはあります。で、弓兵も S ということなんですけど、これもですね、呂布のエピソードから来てるんじゃないかと推測されますね。これはですね、劉備と炎術が対立してて、で、炎術配下の綺麗とですね、劉備が戦場で対峙するときにですね、呂布が仲裁に入ったわけなんですよね。で、そのときにですね、遠くに置いた劇の先端にですね、呂布がですね、弓矢であの劇の先端を射抜くことができたら、この戦争は中止やみたいな、わけのわからんことを言い出したんですけども、まあ、その、無理やと。どうせできんやろということで分かりましたという感じで、承諾したらですね、本当に射抜いてしまったみたいなエピソードがあって、なんで弓の実力っていうのもですね、相当あったんだろうなということですね。なんで S ということになってるんだと思います。で、呂布というのはですね、北方の出身ということでですね、まあ今のモンゴルに近いようなところの出身だったと考えられてるので、騎兵だったりだとか、あと弓みたいなのが得意っていう ところですよね。董卓なんかもそんな気があったと思います。で、槍が A ということで、盾が B で、兵器が C ということになってるんですけど、そうですね、呂布を使うにあたって騎兵か弓兵以外でですね、使ってるところっていうのはほぼ見かけないというところはあります。ていうか、ほとんど騎兵ですね、弓で使ってるパターンっていうのも割と少ないんじゃないかと思います。で、次、属性なんですけども、武力が最高の100ですね。このゲームで初期値でトップということになっております。で、統率も97ということになっているので、この戦闘における数字っていうのは異次元の高さということになっております。ただですね、知力が26ということでかなり低いですよね。僕実際呂布っていうのはそこまで頭の悪い人物ではなかったんじゃないかと思うんですけども、このような評価になってます。で、速度が74ということでそこそこということになってますね。そしたら固有戦法、天下無双を見ていきましょう。この戦法は面白いですね。アクティブ戦法で発動確率が 35% ということになっています。敵軍単体と一騎打ちを発生させる。一騎打ちは双方が交互に通常攻撃を3回行う。行動順は自身が先となる。一騎打ちの間、双方は封印状態及び、強行状態の影響を受けず、範囲攻撃と突撃戦法を発動できる。自身が主将の場合、一騎打ち後に非平人ダメージを 7% 減らす。2ターン持続するということが書いてます。なので、まあ仮にですね、呂布が固有戦法を発動して、相手3人の武将の1人をですね、指定して、通常攻撃を、行い合うということになるんですけども、呂布が突撃戦法をたくさん持ってて、相手がその突撃戦法一切持ってないみたいな場合はですね、まあ圧倒できるわけですよね。当然向こうの通常攻撃のダメージっていうのは食らうわけなんですけども、アクティブ戦法とか発動できない状態ということになってますからね。で、さらにですね、封印状態とかの影響を受けないっていうことになってますので、突撃戦法の発動を止める術っていうのはないということになってます。なんで呂布のこの固有戦法っていうのはですね、相手次第ではですね、相手の、兵力っていうのをですね、大幅に削ることができるということになってます。つまりこの呂布がですね、固有戦法を発動できるかどうかというのがですね、この呂布を使うにあたっての戦闘の鍵ということになってくるわけですね。で、次、呂布から継承できる戦法なんですけども、一騎当選ですね。こちらは突撃戦法で発動確率が 30% ということで相当低いです。で、継承出どころは呂布だけということになっております。で、呂布自体がですね、低排出枠の武将でありますので、なかなか入手難度の高い戦法と読んでいいんじゃないでしょうか。で、通常攻撃後、敵軍全体に平人ダメージを与える。自身が主将の場合、今回の平人ダメージの威力を強化するということが書いてます。なんで単純にですね、相手全体にですね、かなりの火力のダメージを出しますよというところですね。で、主将バフがかかりますので、使うのであれば主将で使いたい戦法ということになっております。で、発動確率が低いのがネックなんですけども、これが連発できるようなことがあったらですね、相手の兵力を大幅に削ることができるということになりますね。
次、呂布に覚えさせたいおすすめの戦法なんですけども、これはやはり突撃戦法でダメージが出るの全般ということになると思います。先ほど紹介した一騎当選であるだとか、あと鬼神帝位みたいな事件戦法ですね。また百鬼光栄であるだとか、亡霊式のようにですね、平人ダメージを与える系の戦法もいいんじゃないかと思います。とにかくですね、こういう戦法が発動してくれることを前提にですね、継承戦法は2つとも突撃戦法にする、これが呂布の使い方の、ベストになるんじゃないかと思われます。次、呂布を使ったおすすめ編成なんですけども、こちらになります。はい、これは一例なんですけども、シーズン3から登場する三星人という戦法を使って、組むと強いということになってます。逆に言いますと、シーズン1から登場している武将ではありますけど、シーズン1とシーズン2ではですね、あまり活躍させることのできない武将ということになりますね。これは覚えておいていただいたらと思います。せっかくですね、呂布とかいう他のゲームでも登場するような非常に強い武将が手に入ったのに、全然活躍できないみたいな感じで嘆く方っていうのがですね、結構いるかなと思うんですけども、シーズン3からはですね、しっかり活躍してくれますので、それまでは大事に置いておいていただけたらと思いますけどもね。で、今見ていただいているのは呂布閣下月影といった感じでですね、呂布のですね、一本槍の編成ということになってますね。で、残りの2人の武将でしっかりと呂布をサポートしてですね、呂布にガンガンと相手の兵力を削ってもらうと。で、特にですね、首相なんかに、ダメージが入るようなことがあればですね、もうその兵種問わずですね、一気に勝負を決めてしまえるぐらいの、編成ということになってるわけなんですけども、この編成を使うにあたってはやはり呂布のランクアップをしっかりしているというのはですね、かなり大事になってくるんじゃないかと思います。呂布のランクアップがあまり進んでない場合はですね、ダブルアタッカーという選択が出てくるんじゃないかと思うんですけども、閣下の代わりにですね、太子寺であるだとか、あと加護衛みたいな武将を使うパターンというのがあります。こうすることによってですね、2人の武将で相手にダメージを与えていくということになりますので、呂布の負担というのは減るんですけども、その分閣下によるですね、呂布に対する洞察状態みたいなのが付与できなくなりますので、呂布がその固有戦法発動する前に制御状態にかけられてですね、戦法が発動できずにそのまま負けてしまうみたいなことが起こりうるということですね。ここら辺が非常に難しいところになってるんじゃないかと思います。で、月影を使う代わりにですね、周体なんかを入れるパターンっていうのもよく見かけますね。周体っていうのは友軍の火力っていうのを上げるっていう感じになってますので、その呂布加工園周体みたいな感じで三星人を発動させるとですね、呂布もその加工園も火力が上がるみたいな感じになりますんでね、これも結構強いということでですね、愛用されている方も多いと思います。で、次、呂布を使った絆効果を見ていきたいと思うんですけど、これが結構種類があって3種類もあります。で、一つはですね、美女連環の刑と呼ばれる絆効果ですね。呂布、董卓、趙戦を使うことによってですね、発動する絆効果で、で、発生効果がですね、自軍全体の武力を14増やし、戦闘開始後5ターン目に自軍全体の回避効果を 35% 増やす、1ターン持続するという内容になってます。で、2つ目がですね、飛翔騎下と呼ばれる絆効果ですね。こちらは呂布、呂霊騎、光純、宗賢、張良、陳宮、この6人のうちのですね、3人を使うことによって発動する絆効果で、で、発生効果がですね、自軍全体の武力と速度を10に増やすという内容になってます。で、最後、太子動乱という絆効果もあります。これはですね、董卓、呂布、郭、嘉悠、李寿、郭氏、李郭、この7人のうちの3人を使うことによって、発動する絆効果で、で、発生効果はですね、自軍の首相の武力を25増やし、自軍副将の統率を 7% 増やすという内容になってます。絆効果についてはですね、絆効果をまとめた、再生リストっていうのもですね、作らせていただいてますので、詳しくはですね、そちらの方を見ていただけたらありがたいと思います。次、呂布を使って入手できる事件戦法なんですけども、これ鬼神帝位というのがあります。これは突撃戦法で発動確率 35%、 通常攻撃後目標に平人ダメージを与える、自身が首相かつ目標の兵力が 50% 未満の時さらにダメージを増やすという内容になってます。こちらに関してもですね、呂布に覚えさせるのに相性がいいということになってます。なんで呂布に一騎当選と鬼神帝位を覚えさせようと思ったらですね、呂布を3枚引く必要があるということなんですね。で、さらにですね、ランクアップを重ねれば重ねるほど強いと、っていうかそれが前提みたいな感じになってきますとですね、呂布何枚引いたらええねんということになるわけなんですよね。なんで運よく呂布を重ねられた方っていうのはですね、組めるかなと思うんですけども、なかなかそううまいことはいかないということになってますね。で、この戦法っていうのはですね、首相に覚えさせてこそ活躍できるということになってるんですけども、火力はものすごく出ますので、首相抜きなんかに適しているということになっております。
そしたら最後、三国志における呂布ということなんですけど、この人物はね、もうエピソードが本当に有名なので、いろいろ語ってもですね、知ってることの方が多いんじゃないかと思うんですよね。三国志の人物の中でも5本の指に入るぐらいネームバリューがある人物ということになってると思います。でですね、属性の知力が低いわけなんですけど、その呂布がここまで知力低いのって多分人を裏切りまくってるからだろうなって思うんですよね。なんですけども、まあ逆に言うとですね、計算高かったりずる賢かったりっていうところもですねあるんで、って考えるとですね、そこまでこう知力を低く扱う必要もないんじゃないかなんて思っちゃったりするわけなんですね。で、その光栄の三国志ナンバーリングのやつですねの場合だと、呂布ってその忠誠度を100にしてても裏切るんですよね。なんでここら辺がですね、その隠しパラメーターって言ったらいいんですかね、表示上は100になってるけども内部では100になってないみたいなですね、こう都市伝説と言いますかね、噂みたいなのもあるということですね。で、武力に関してもですね、そのナンバリングでは100になってるパターンが多いんですけども、その内部処理ではですね100以上になってて、そのナンバリングの三国志の武力って言うたらですね、一騎打ちでのその強さに影響するわけなんですけども、その99とか98とかの武将でもですね、呂布に全然勝てへんっていうのはですね、そういったこのシステムのせいっていうような噂もあるということになっております。でですね、呂布って言うたらですね、その人中の呂布、馬中の関とみたいな感じで称えられることってありますよね。これはまあ、人だったら呂布が最強でしょう、馬だったら関鳥羽が最強でしょうみたいなね、ざっくりとした意味合いで説明するとそんな感じになってるわけなんですけども、そう呼ばれるきっかけになったエピソードといたしましてはですね、黒山族との戦いっていうのがあるわけなんですね。で、呂布が董卓を裏切って、で、その後李郭とか郭氏にですね、長安を追われるわけなんですけども、行くところがなくなるんですよね。炎術のところ行ったり炎章のところ行ったりっていう感じなんですけども、炎章のところに行った時にですね、そのちょうど国山族っていうのと炎章が戦ってたんですよね。で、呂布にその国山族の討伐っていうのを任すわけなんですけども、で、その時の呂布って言うたらですね、騎兵数百騎を率いてるだけっていう感じだったんですけども、その1万の国山族に対してですね、突撃しては率いっていうのを繰り返して、結局ですね、撤退させてしまうんですよね。おいおい、数百機で1万なんぼの精鋭を撤退させてしもうたぞということで、やっぱり呂布やべえなっていうことでですね、その人中の呂布、馬中の関とみたいな感じで呼ばれるようになったということですね。なんでその辺でもですね、呂布が突撃戦法を扱うっていうのがですね、このゲームに反映されてるっていうところですね。なんで本当にですね、人物とその戦法内容っていうのをですね、リンクさせるのがうまい運営さんだなということでですね、知れば知るほど感心するところではあるんですけどね。はい、いかがだったでしょうか。今回は呂布について解説させていただきました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。